ードルってゲームをやっていくよ。ルールは簡単。お題になってる5文字の単語を当てるだけだよ。ワードルってゲーム自体はもともと英単語だけでやる感じなんだけど、英単語だと難しすぎるから今回は日本語バージョンだよ。だからワードルの右に JA ってあるのね。それで単語を当てるために5文字の言葉を打ち込んでいって、その文字が含まれていて場所も一致してるなら緑色に、含まれてるけど場所が違うなら黄色に、外れなら灰色になるよ。日本語版だと単語じゃなくても打ち込めるけど、本家の英語版だとちゃんとした英単語以外入力できないのよね。そのため難易度が凄まじいんだぜ。でもそれに習って今回はできるだけ意味のある単語を打ち込んでいくよ。じゃあ早速やってみようか。まずは思いついたパンケーキから。早速んが含まれてるみたいね。これは正解の単語人が含まれてるけど、場所が2文字目ではないってことなんだぜ。が含まれた単語で攻めていくよ。にしてもドラえもんものび太くんもんの場所変わらないじゃない。のび太くんが含まれてるかもしれないからね。のび太くんがタクシー運転手になったら会社名になってそうだな。のび太くん。お、最後が腕確定だね。カトン島が入ってる単語のようね。実はこのゲーム文字が絞れてくると難易度が上がるんだぜ。っていうか単純にカトン島が含まれてる単語が思いつかない。この手のゲームで求められる能力は記憶力とそれを引き出す力。残念ながらどちらも自信なし。今いるの頭の中ではカヌーの存在感がすごくなってるんだぜ。やってみたらわかるけど、ほんと同じ単語しか出てこなくなるよね。テストで漢字の読み方をど忘れした時みたいな。ようやくをしばらくって読んでしまって、いやでもこれ確か違うんだよなって悩む感じ。帰り見るを帰り見るって読んで、いやでも心見るなんだっけって悩む感じ。どうやらはの心を思い出したようね。とりあえずカトン島は忘れることにするよ。忘れられてないじゃない。一旦頭の中にいるカヌー運長を追い出してみるんだぜ。ワンチャン狙って短縮名打つの浅ましいわね。ああダメだ、カヌーの呪縛だ。使う。5文字が思い浮かばない状態に陥ってしまったんだぜ。鉄ハウは4文字よ。困った時に脳裏によぎる鉄ハウ。今回に限っては無能。鉄ハウが有能なタイミングってなんだよ。天才的な発見をしてしまった。これで同罪。自ら設けた縛りは破るフラグだった。ズルした上には見切れてる。あから始まる単語なんてないよ。今度は後かトントンに悩まされるのね。ガチでわからん。全然わからん。人類の敗北だよ。人は滅ぶんだ。悲観的にならずに過去の単語を見て考えよう。そして導き出された答えはアカンマルー。アカンマルー。アカンマルーって何？わかんないわね。日常生活でアカンマルーに触れることないもの。これアカンマルーって単語なかったら訴訟案件だろ。もうこれは最終奥義層あたりしかないね。こうなることは知ってた。でもこれで頭のモヤモヤがなくなるんだぜ。本当に見当がつかないからちゃんとした層あたりだよ。打つのが慣れてきてタイピング速度が成長してる。アカンを誰よりも早く打てる男。アカンっていう文字列が関西弁的な感じして惑わせてくるんだよね。これアカンは、関西弁はすぐ感染するし脳への影響力が大きいんだぜ。きたー。アカンボウって何？マンボウの仲間か何か。これは納得いかないよ。マンボウのマイナーな仲間を問題に出すなんて、小学生が覚えたての難しい言葉をクイズに出すようなもんじゃない。とりあえず赤ん坊の姿を見てみよう。薄っぺらい魚だろうな。赤ん坊の赤ん坊だったのか。赤ん坊の頃の記憶がないゆえの過ち。ごめんね赤ん坊。